おはようございます。八王子ビデオサークルの野上と申します。今日は昨日の続き、うまくいかなかった部分がうまくいくようになりましたので、それでもって、撮影をしてみたいと思います。今日はちょっとスイッチャーを多くしまして、こちらの方にあります ATEM Mini のスイッチャー、これは 4K と、それからローランドのスイッチャーで V02HD です。こちらは2チャンネルなんですけれども、アウトプットがね、2系統あります。入力が2系統、アウトプットも2系統ということで、ATEM Mini は1系統しかアウトプットはございませんけど、入力は4系統あるということでございます。それで昨日ですね、トラブったのはですね、ソニーの、こちらがソニーのカメラですけれども、そちらがソニーのカメラなんですけれども、そのソニーのカメラで SDI でもって、出力するということで、今までは HDMI のケーブルで、やってたんですけれども、今回この SDI ケーブルでもってこちらのビデオキャプチャー、ブラックマジックの HDR のビデオキャプチャーの中のあれですね、を入れることができるようになりました。HDMI と SDI の違いというのは、SDI のケーブルというのはこういったケーブル端子になっております。でこれで、30メートルという長さのものが、結局遠距離のところのものが撮影し、これをこちらのビデオキャプチャーの方に、持ってこれるということでございます。実際現在その収録は進んでおります。音源についてですが、音源は今回、このビデオキャプチャーの方の音源を使っております。これですね、一応メーターが触れておりますんで、音が出てるかと思います。それで、SDI ケーブルの説明は終わりましたけれども、スイッチャーですんで、これはバイオのところのあれですね、なんていうかカメラです。カメラじゃなくてパソコンです。でそのパソコンを例えば今 Adobe の Premiere Pro CS5 というのが立ち上がってますけれども、これでもって編集をどうやるかとか、あるいはこちらのこれはファイナルカットプロというマッキントッシュなんですけれども、これでもって編集をしているのを、どういうふうにするとどうなるかということがリアルタイムで説明できるという感じですね。そういったことをやっておりますけれども、なんといっても嬉しかったのはこの SDI ケーブルでもって映像が転送できるということですので、30メートルというと屋外の情景とか、それを現場中継して、現場からその指示ができると。例えばこの iPhone を使って、iPhone で、そこちょっと右側映してくれるとか、左側に何があるとかいうことを、実際この iPhone を使うことによって、指示もできるし、なんとなく楽しい映像が撮れるということが分かりました。昨日はちょっとブラックマジックの方にもメールで尋ねましたところ、設定の仕方がカメラでの WPS-Z150 の中のメニュー画面で、それを指示するところが
そこがちょっとうまくいってなかったということで、その絵も後で加えておきます。以上です。ありがとうございました。これがソニーの私の業務用の Z150 のカメラなんですけれども、現在これは HDMI、 この接続で投影して今まで撮影をしているんですけれども、これをですね、ここに刺されているのがSDI です。端子です。で、これを一旦外しまして、これは電源のコードですので外します。これは中側からなのか、ワイヤーは。中側から、あるいは外側。外側の方が。これをここに刺して、そしてこれで締めていくと。もう一回入れますね。こうなってますね。それで、これが端子のです。仕込む。そして、これをこうネジドンです。さて、それで、次はこちらの方にこのワイヤーを持ってきまして、こっちからの端子が見えないんで、一旦これを逆さにしようかな。こう、これがブラックマジックで発売されたビデオキャプチャーですけれども、ここに、SDI アウトインがありますけれども、この上がインですね。ですからインのところに、これを刺します。こっち側が上になってるんですね。ここにちょっと待ってくださいね。こっちかな。それで入りましたね。これでよく刺りました。で、これで操作は HDMI から SDI に切り替えます。それでプロレスハイクオリティ、ここですけど、先ほどまでこの HDMI でしたけど、今度は SDI に切り替えます。それで、コーデックは同じでプロレスのハイクオリティな HQ、 これでやりますね。これで果たしてうまくいくか。一旦これは電源を落として、それで、向こうのカメラの方が、もうじゃあ向こう行ってみて、カメラの設定が、SDI は接続された、多分ここのメニューのところで設定し直さないとダメなんだかな。ビデオ出力、SDI 1.24 の、これを SDI でも入力はどちらも入れになってるよね。